ルイージ・パドベーゼ司教2009年の4月、ドイツのケルンにて、ルイージ・パドベーゼは、モンテベルデの名義司教で、トルコのローマ・カトリック・アナドリア大・マキクの大牧であった。2010年6月3日、彼は運転手に殺害された。パドベーゼは1965年に、カプチン会に入会し、1975年に主催に、除解され、後に、強行調律、 アントニアルム大学とグレゴリアン大学で学んだ。グレゴリアン大学のスピリチュアリティ機関で16年間指導に当たった。彼はまた、グレゴリアン大学とアルフォンソアカデミーで教授の座につき、各地の神学校で教えた。2004年に司教に挙げられ、アナトリア大牧区に任命された。彼はまたカリタストルコの会長でもあった。2010年6月3日、パドベーゼ司教は、 トルコ南部にある夏の邸宅で刺されて致命傷を負い同じ日にイスケンデルンの町の病院に運ばれる途中で亡くなった。目撃者は犯人が殺害時に神は偉大なりと叫んでいたと主張している。トルコ教皇施設や教皇庁のスポークスマンであるフェデリコ・ロンバルディ神父を含むカトリック関係者はパドベーゼ司教の死への衝撃と哀悼を表明した。過去4年間に 精神的疾患で治療を受けていた。運転士はトルコ警察から殺人の容疑で6月3日に拘束された。容疑者は死境が偽救世主であるという刑事により彼を殺したと述べ、初公判では大声でアザーンを唱えた。トルコ警察は殺人が他の殺人や事件のような政治的な動機によるものではないと見ている。2006年には アンドレア・サントロ・神父が精神的に不安定な若者に殺害されると類似の事件が発生している。ありがとうございます。